さておはよう寺ちゃん今朝はフランスと結んでいますフランス在住著実家うららさんですうららさんおはようございますおはようございますよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますうららさん日本はですねこの前の土曜日からゴールデンウィークに入りまして今日と明日お休みすると急連休という方もいらっしゃるんですがねこれでもあの、ね、フランスではこういう連休ってのはやっぱりバカンスにあたりますかね そうですねでもフランスも5月は今週もですし来週もあと再来週は木曜日休みとかなんか3連休なんですよね。フランスも5月は連休を重ね連休というかその間を埋めて取る人いいいっぱますすよそうなんでね3連休だとやはり近所どこかちょっと旅行してみようかなみたいな感じになるんですか そうですね。あの、やっぱね、三連休それも何回も続くんで、いろんなとこ行けます。あ、そで、三連休と三連休の間も休んじゃえみたいな人もいるんですかね。そう、そう、いるんですやっぱり。はい。やっぱりそうなん。それで、会社にほとんど人がいなくなって。あの。 5月は、はい、5月はななんんかか人があんまりいないんですよ、ね、あそうですかこの、ね、連休もご存知だと思いますけれどもこの都心からは人も減りますからまあ道路も空いてますしね,ね <laughs> 行楽地に向かう高速道路の、まあ、行ったり来たりがもう大渋滞みたいにはなりますけどもフランスでもこの渋滞みたいなニュースっていうのはたまには見たんです もうフランスはあのバカンス前とか、すごいいつも渋滞になってますよ、本当す,、ね、すごいですよ、日本と同じです。またこれ、後ほどお話聞きますけれども、以前ですね、はい、3月20日にうららさんにね、ご出演いただいて、まあ、とにかくフランス、ゴミが、あのストライキの影響で、ゴミが街中に溜まっちゃってみたいなね、なことをおっしゃってましたあれどうなりました。 あもうあれはもう解消されてう、まあ、もう普通,通通りになってますよだってこの前はネズミも出てとかねいろいろなんかうわがまつっていうとね花の都パリみたいなところなのにーゴミかみたいなね <laughs>

とか卵ね、まあガソリンに加えてえこれが高かったはい、はい、あと品不足みたいなねことをおっしゃってましたが、えー、依然としてこの物価高は続いてますね。いやもう本当高いです。えー、もう本当高くて、えー、でもなんかあのー、8月の夏が終わるまで高いって話なんで。はいえー まままだまだ続きますね、えー、でガソリンに関しては、ねはい、あの100ユーロとおっしゃってたかと思うんですけれども、まあ、1万4000いくらですね、えー、これがあの補助として降りるということで地域によってはそれにさらに100ユーロプラスと相変わらずガソリンも高いですか。 いや、いや、それがガソリン代だけは、なんか物価、他の食料品が物価上がってる中、ガソリン代だけは。今、なんか安くなってるんですよ。うそうなんですか。下がってるんですよ。はい。で、あの、ガソリンは供給されてます、ね。あ、はい、そうなん。あ、供給されてるから、安くなってきたという感じなんですね。はい なんかそんな感じします、はい、ね。それか、まあ、あの、うん、やっぱり交通手段ではありますんでね。あの車っていうのは。だから、まあ、そのあたりは、えー、価格はしっかり抑えとこうっていう。まあ、あの、政府の。っていうのも、ね、かもしれませんけどもね、はい。でも、まあ、それはでも一安心ですね。浦らさんも車通勤されてますからね。 そうなんですよねですもう一つです、高級ブランドルイ・ヴィトンなどを傘下に持ちますフランスの LVMH モエヘネシー・ルイ・ヴィトン、24日、時価総額が5000億ドル、およそ67兆円を超えたといいます。まあ、5000億ドルを超えるのはヨーロッパの企業としては初めてなんだそうですね、初めて。 すごいですね。ね<ー>なんかでも、それの、なんか、原因、はい、原因っていうか。はい、あの、も、とはその中国人がコロナをあって、買い物始めたから、っいう話なんで。はいえーはい えー、持ってるところがあるところにお金あってね、爆買いしてるってことなんでしょうね、うねきっとね、えー。で、会長兼 CEO のベルナール・アルノー氏は、最近発表された「フォーブス」の長者番付で、アメリカのイーロン・マスク氏を抜いて、世界一の富豪に輝いたと。 ある農市の推定保有資産額、えー、およそ2110億ドル28兆円、えー、物価高の中でも<こ>ブランドビジネス絶好調ということですね、えー、ちょっと今ニュースが入ってまいりました、えー、5時4分ごろですね今から3分くらい前ですが、えー、地震がありました、えー、震度3以上の地域は震度3が茨城県北部茨城県南部今後の情報にご

茨城県北部、茨城県南部、まあ、一応、火の元などお気をつけになってくださいね、またあの今後の情報、をどうぞ注意してください、はい浦原さん、まあ、こういうふうに地震もあるしね、この,あのおはよう寺ちゃんの時間内っていうのは、ああの北朝鮮がですね弾道ミサイルをこう、ね、発射したりするんですよ。で、J アラートもよく発表されるのが、このおはよう寺ちゃんの時間帯で、やめてほしいっていうね。<laughs> 本当ですね本当そうなんですよはい。えちなみにフランスで地震っていうのはどうですかウララさんいや 地震ある地域はあるんですけれども、はい、そんな日本みたいにすごい震度、あの、な、とか、なんか、すご、すごくないですね。三、えー、とか四ぐらいがあったら、もう大パニック。ああ、もうそのくらいなんですね。二から三ぐらいが時々あるって感じですかね。そうなんですね。はい。うん、うららさん、今朝もいろいろお話聞かせてください。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。 時刻5時15分ですおはようてらちゃん今朝5時台はフランスと結んでいますフランス在住著実家うららさんですさあそれでは長官トップ5いきましょう5月1日月曜日今日の長官各市から気になる見出し5つ紹介していきます毎日新聞 G7 デジタル大臣責任ある AI 推進 群馬県高崎市で開かれた G7 ・主要7カ国のデジタル技術大臣会合が昨日高度な文章や画像を作成する一方で個人情報の漏えいなどの問題も懸念される生成 AI ・人工知能の急速な普及を踏まえ責任ある AI の推進に向け国際的な技術基準の策定を目指すとした共同声明を採択して閉幕しました。 共同声明は5月の G7 首脳会議広島サミットの議論に反映させます読売新聞5月食品値上げ824品 食品の値上げが止まりません民間調査会社の帝国データバンクは5月に値上げを予定している飲食料品824品目になると発表しました5000品目を超えた4月に比べれば、まあ、少なめではありますけれども去年の5月の3倍となっています物流非高騰といった値上げの原因解消しておらず少なくともこの秋までは断続的に続きそうです 産経新聞総理エジプト大統領と会談スーダンはスーダン和平へ緊密連携。 岸田総理は昨日エジプトの首都カイロでシシ大統領と会談、正規軍と準軍事組織の RSF、こちらの軍事衝突が続くスーダンについて、情勢の沈静化と、2021年に起きたクーデター後の民政移管プロセス、まあ、この再開に向けて、緊密に連携する方針で一致しました日経新聞、内閣支持52%、4ポイント上昇。 日経新聞とテレビ東京が4月28日から30日に行った調査によりますと岸田内閣の支持率52%で3月の前回調査から4ポイント上がり8ヶ月ぶりに5割台となりました「支持しない」と答えた割合は40%でした「スポーツニッポン」「大谷3安打2盗塁」 大リーグエンジェルス大谷翔平が昨日ブルワーズ戦に3番 DH で出場今シーズン2度目の3安打に盗塁も2つ決めました試合は5対7でブルワーズに敗れています、はい、以上が長官トップ5でしたさて、えー、フランスにいらっしゃいます著実家うららさんにお話を聞いていきますうららさん今5本のニュース紹介しましたが気になるニュース何かありましたでしょうか やっぱり私が気になるのは AI の話でこれ、まあね、G7= 主要7カ国デジタル技術大臣会合が高崎で昨日おとといと開かれたんですがこの責任ある AI の推進に向けと国際的な技術水準の策定これを目指すとした共同声明を採択して閉幕しました。まあ、なんといっても、うん、でも、浦ら,らさん、このところチャット GPT ね。 これが急速に何か話題になってきてますが、はい、うららさんもお使いになったことありますかいやもういろいろ試してみますけど、ええ、もう本当す,、ね、<ー>すごいなと思って、ええ、であとなんかあの例えば設計設計使用書とか、はいええ、そういうの頼むと、ええおってもうすごい勢いで作ってくれたりとか。はい でもかといって、すべてが正解の答えってわけじゃないんですよね。これ、はい、で、ね、やっぱり人間の頭脳っていうのは必要になってくるとは思うんですけれども、ええ、でも、そこまでできるのは本当すごいなって思いますうあもうあのね、うんまあ。プロであるうらら戦ですら驚くくらいなんですね。本当驚ききまましたた<あ>こ,こまでででるとは思っってなかったんで 今はですから、まあ、最終的には人間がチェックしないとまだおぼつかないところがあるということなんですがこれ将来的にはどううなっていくんでしょうねいや将来的にはだからこれの使い方を学ぶということを学校でするんじゃないかなって私は思いますけどね。はい、っていいますのも、えー、あのフランスはもうなんか計算とか学校で、まあ、基本教えますけれども、えー、その後教えた後に計算機をずっと使うんですね。はいで 学校で教えることっていうのはその計算機の使い方なんですよ。はい。はあ、だから、ええ、だってもう計算機は正確な答え出してくれるんだから、ええ、そういったなんか、あの AI でも正確な答え、まあこの場合は正確な答えを出さないんで、はい、使い方はちょっと考えなきゃいけないと思いますけれども、ええ、正確な答えを出してくれるようにするように、ええ、あの、その教育をしていけば、もっと生産率とかも上がっていくわけじゃないですか。 だから、ええ、絶対今後は、これの使い方みたいな感じに。そうなん 授業が増えていくんじゃないかなと思います、はい。ですから具体的にはチャット GPT にあのまあこういう答えを出してほしいもしくはこういうこの考えを示してほしいっていう場合に的確なワードを何を入れればいいのかっていうようなところを勉強していくってことですかね。そうですね。そうですね。ねはい。あのね私も実際試してまあただですね私の名前入れるとまあむちゃくちゃな答えが出てくるんですけれども <laughs> <え>どうしようえいやでもあのどうで ででもですねそれがだから言ってしまえば今浦らさんご指摘のとおり的確な指示のそのワードを入れていけばより現実の私に近づいててくってことなんんでですすもんねねそうこれこの前もあの申し上げたんですけども何,何にも言わずに「寺島直政」って打つとどっかの名誉教授って出てくるんですよ。 だから,いだからおそらく寺とか島とかナオとかマサとか分解してチャット GPT はあれこれ考えたら結論こうなったみたいなねでもそこにこう <laughs>、うん、文化放送と入れてみたりとか朝の番組担当してるとかそういう使い方を勉強していくってことになると思います、えー、と将来的にはよりその正確なあのこの答えの方に向いていくという。うん えー、そうですね。はい、でそれでもしもそれ完全に正確じゃなかったとしても、はい、このたたき台っていうのを作るのはすごい大変なんで、えー、そこまでをやってくれるってだけでももう作業が<ー>作業能率が上がると思うんで、えー、いやほんとチャット GPT 使えるなって今思ってるところです。あで,すねまあ、ですから今浦原、うん、さんのようなプロがですね見てだからプロが見てあこれは使えるっていうだから、まあ、こういうねあの、うん 責任ある ai というようなところで、えー、早くこの共通認識を決めておかなきゃって急いでるわけなんでしょうね。うきっとね、そうですね、えー、そうです。はい、はい。だって、悪用しとしようと思えばできるわけですもんね。うんうん、できますもんね。ねそれであの、あのレポートとか書けちゃったりとかするんですよ。はいえー、で、それで出す提出されたら、もうなんか教育とか。 ね、<ー>完全できない世界になっちゃいますので、まあ、でも、今のうららさんの話も含めると、何か教育の仕方も変わっていくのかなみたいな感じもしますね。 いやもちろん変わっていかなくちゃいけないですね,でねさて、えー、今度はフランスのお話ですがフランスのボルン首相が今後フランス政府が行う予定としている優先プロジェクト100日ロードマップを発表したといいます、まあ、この100日どういうふうにしていくかということなんでしょうがこのうららさんロードマップどういったことが書かれているんでしょうか。 一応、あの、公共差別の見直しとか、はい、あの、失業率を下げて雇用を増やすとか、はい、あの、でも今回は、その、なんか昔、前、ちょっと前からも移民法について変更しよう変更しようって言ってるんですが、<っ>まあ、なんかいろいろあって、あの、ちょっと、 できなくてで今回もそれはあの組み込んでいないって形で移民方法はないって話であと環境移行の加速とか、ええ、そういったことをやる予定にしてますすねそうですかこれ100日ロードマップ、まあ、3か月ちょっとということになりますけれどもこの区切りって結構フランスは多いんですか100日っていうのは。100, まあ、100日っていうのは多いですよね、ええ、100日戦争とかってありますけど。はい でも、でも、もう今回は、その、夏までにいろんなことを終わらせるってことが目標なので、その、7月14日までにあの終わらせて、で、バカンス時期になると誰もいなくなるんで、で、9月から新、新年度じゃないですか。だからやっぱり夏までに、この7月14日までに終わらせる、あの、はい、あの 作業の目標を立てた、ね、やれることをやりますよということなんですね。はい、さあそして、ですねこれはあの日本でも大きく伝わってきましたアフリカ北東部スーダンで続く国軍と準軍事組織の戦闘をめぐってフランス政府、4月24日救出活動を実施した結果フランス国民や日本人などの外国人全部で388人をスーダンから退避させたと発表しました。 によりますと退避はフランス空軍が4月23日から24日に2回実施したものですスーダンの首都ハルツームから近隣のジブチへ,へ避難させたといいます、まあ、いずれも退避を希望した民間人だといいフランス人に加えてドイツ人アメリカ人インド人ら現地に滞在していた28カ国の外国人も避難させたとしています、まあ、その中に日本人もですね福、えー 生まれていいたということなんですがこのニュースはフランスではどういう感じで報じられましたかいやフランスでも EU に関係する人たちと<え>あとパートナーの,あの国の人たちを助けたっていう報道はされていましたけれどもはーはーでもなんか外務省からあ,のあんまり情報が入ってこないっていうことで<え>まあ日本と同じ程度の情報量しか あの発表されてませんでしたこれあの、日本では、ですねもう胃の一番と言っていくくらいにフランスの人たちがまず法人4人って記憶してるんですけども、まあ、結果的には8人ぐらい家族も含めるとをあの救出というか退避をさせたというニュースであ,ーありがたいなーっていうね。 こういう思いい思だったんですよねでも浦原さん改めて思いますこういった時のこの協力というか、えー、この対比一緒にね、えー、この行動を共にしてくれるっていうのは心強いですね。 そうですね、ええ、やっぱりそのフランスも日本のことパートナーっていうことで認めてるっていうことですし、はあええ、ね普段からやっぱり仲良くやってるっていう効果をこういうところに現れてくるってことですよね、ええ、そうですねええー、まあこういったところの協調というのは非常に大事だなと改めて思いましたさてえもう一つフランスのマクロン大統領ですけれども4月9日緊張の高まりが懸念される台湾情勢に関して最悪なのはアメリカや 中国に追随しなければいけないと考えることだと発言しました米中の対立から一定の距離を保つべきだと主張した発言これをめぐって波紋が広がりました後日我々は開かれたインド太平洋という理想像をアメリカと共有していると述べ引き、まあ、しに回ったということなんですがこのマクロン大統領の台湾情勢の発言というのはこれはフランス国内ではどういうふうに報じられましたか いやもちろん批判する人は、あの、もうすごいマクロンさん叩きたい人はいるんで、ええ、すごい批判されてましたけれども、はい、あの、一応、アジア系の専門家による説明によると、ええ、やっぱり、あの、マクロンさんは、もちろん、あの、中国、対中国って、その対案に対することは、あの対中国っていう、はい、対、あの、立場を取ってるんですけれども、ええ、あの、まあ、今回はね、その、 政治と商売は別って話で、はいはい、商売をメインにしていったんで、はい、まあ中国側に寄ってる部分もあるんですがで、もちろん中国が、あの、その、今回ウクライナとロシアの、その、戦争を見て、はい、簡単に戦争を仕掛けてはいけないってことを学んでるっていうことを前提として、<え>まあ一応その、中国とその神話を持ったっていうような、 そうなんですね今、商売とっていうところをあのあなるほどと思ったのが、まあ、今回、このマクロン大統領があの中国に行ってですね航空機160機ですとかあとあの豚肉の輸出の拡大ということですよね。うん、まあですからこれはもうフランスという国益も考えた時にはこれはもう成功ということですものね。そそうですね、えー、今回はあの,その なんか中国がその欧州主要国と親密になりたいっていうあ希望があって、その仲買いをフランスにしてもらえないかっていうんでま、あまあ中国側としても手土産として、そういったあのいろんな商売の話をあの渡してるんですけれども、それが今回あの目的だったんで、まあ一応あの中国の話はわかりましたよっていうような形で言った発言だったんですけれども、それがだから ね、ちょっと燃えちゃったって感じ。燃えちゃったっていう。国内でも反対派も燃えちゃったっていう。もうすごいもう叩きまくって大変でしたけど。でもまあ、でももちろん前提として、あの、台湾のことはもうちゃんとやってるっていう前提があって、で、もちろん中国に対しても危機感を感じてて、あの、アメリカともう連携してやってるけれども、アメリカの属国ではないよっていうことを、あの、まあ、 言ってたっててたことなんでちゃんと理解すれば分かってもらえると思うんですよ、まあ、ね,ね。ヨーロッパとしては <laughs> EU としてはそれは対アメリカっていうのもありますものね。そうです、ねえーまあ、追随してるわけじゃないよ我々はというねその気持ちはわかるんですけどもちょっとタイミングがなんかね <laughs> ええええ燃えちゃうタイミングだったかなという感じはしましたね。え <laughs> これは日本でも何言ってんだみたいなね。でその後外務大臣が火消しに走ってるっていう,う、ねね、えこういう状況で外務大臣も大変だなっていうまあそういうあのねニュースも入ってきておりました。ところでですねもう一ついきます。え中国のロサア中フランス大使がですねえ二十一日フランスのテレビ局の取材の中で ウクライナ南部クリミア半島の貴族問題について問われクリミアは歴史的にロシアの一部でえ旧ソ連時代に指導者によってウクライナに渡された、まあ、こういうふうに指摘しました、まあ、続けて旧ソ連諸国は主権国家の地位を認める,認める国際協議がないため有効な国際法的地位がない、まあ、こういうふうに語ったんですね。ロ、えー、ロシシアアにによるウクライナ侵攻でロシアに友和的な中国への 警戒感、まあ、これが高まる中でこの大使の発言にヨーロッパ各国から批判の声が上がったと、まあ、外交問題に発展する可能性もあるなんていうニュースも一時伝えられたんですがこれフランス国内の反応はいかがだったでしょうかいやもうこれはもう完全にもうあのアウトの発言ですでにマクロン大統領が、はい、あの訪問先のベルギーで<っ>あのもうこういった発言するのは外交官の仕事じゃないというふうに。 もうビシッと言ってますで。えー、もうこれはちょっとダメダメダメ発言でしたね。ええー、これなんでこの。中フランス大使があの中国のロサヤ氏がですね、発言したのかなみたいなね。 ね、いや、でもこの方もなんかいつも失言がすごい多いんですよ。いつもフランスで、はい、も,うもうこの人よくあの呼び出しもくらってますし、えー、あのフランスのちょっと重要人物と喧嘩してみたりとか、はい、あの台湾に、あの,しあの台湾、中国をあのちゃんと何戦争を始めるとかなんか行ってみたいとか、はい、なんかすごい失言が多いんですね。えー、もうすごい強い。<ー>でも今回もなんかその中の一つっていう感じで。 <laughs> えーまあ、もちろん演じはするけれどもフランスだったら、ねあのえーまあ、ヨーロッパの中ではまだいい方かしらみたいに思って発言してるとしたらいい迷惑ですよねこれね。<laughs> いや本当、強気なんですよこの方何回もフランスのメディアで話題になってる、ええ、あの中国大使なんですよね。あでもあの、なかなか変えられないってことですね。フランスとしては変えてほしいんでしょうけどね、ね、あのー、毎回問題発言されても困っちゃうよみたいなね。<laughs> <laughs> おお、でも彼としてはそれが正しい中国の立場だみたいな感じに言ってるんで、はい、中国も認めてるんじゃないかなっていう節もありますけどそうなんですねうはうららさんまた後ほどお話聞かせてくださいよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いします時刻5時33分です <music> 時刻5時39分です。おはよう。寺ちゃん、今朝5時台はフランスと結んでいます。フランス在住、初日かうららさんです。うららさん。まあ、あの東京あたりはですね。まあ、あのこの後です、えー、明日までお仕事の方多くてえー、3日からずらっとこのねえ、旗日並んだりします。けれども 25°c とかですね。まあ、夏日になりそうだなんていう感じの予報が出てますが、フランスどうですか？このところ。 いや、この、今週末は結構雨とか降るところもあって、ええはい、なんか15度とか17度とか、<ー>なんかそんな感じですね。ねえ。ねえうん、あ、じゃあまだあ、多少ね、ジャケットが必要かなぐらいですね。そうですね。ええ、でもあったかい日は本当に暑くて、<え>あの金曜日とかすごい暑かったですし。ええ あとまあ,あの季節の変わり目ですからちょっと冷えたりだとか暑くなったりあとそして雨が降ったりという、まあ、そんな時期なんですねフランスが。そうですねさてこの時間ですねまずはフランスのある調査でフランス人の24%は、えー、仕事は人生において非常に重要と考えているという結果が出た話題からです。えー、フランス人人の24が、えー、仕事は人生に らさんこの調査結果っていうのはどうご覧になりますか、まあ、24%というのが割合として多いのか少ないのかこれどうなんでしょう、ね、いや本当この数字見ても現代のフランス人は本当働きたくない人が多いんだなって実感されますね。っていいますのも、はい、あの少なくとも1990年に同じ質問をした時に、えー、あの「 人生において非常に重要って考えてる人60%いたんですよ。あ仕事が大事っていう人がね。大事って人。えー、で、はい、今24%でもうこんな差があるんですね。えー、でなんかその当時はねやっぱりそれでもデモとかやって嫌だ嫌だって言ってたんですけれども、えー、でもそれなりにあの楽しんでいる人もいましたし、えー、職人機。 も多かったですし、はい、情熱で仕事する人も多かったってことですよね。えー、うん。と価値観も変わってきたってことなんですかね。いや、もうなんか最近若い人は本当すぐ辞めて、すぐ転職しちゃうんですよ。<ー>もう長く居つく人がもうほとんどいなくなったって感じで、えー、もう。なんか仕事に対する考え方は全く違ってきてますし。えーはい あと、あの、企業、あの、マクロナイトルになってから、あの、起業することがすごい簡単になったんですね。はい。 で、その結果、その起業とかする、あの、誰かに使われて仕事するよりも起業する人が増えたりとかしたっていうのも影響があると思います。ええええ。何か今の話聞いてると、起業、つまり自分で会社立ち上げようってことは、仕事充実してる、もしくはですね、何かこの将来に向けて頑張るぞって気持ちが強いからなのかなと思うと、そうとも言えないんですね、そうするとね。いや。 でも、あの<え>多分自分の,そのライフスタイルに合わせた仕事をしてる方が増えてきてるなと思います。普通の仕事っていうのは、あのもうライフスタイルとか全然合わないらしくて、えーあの、この前なんか若い人と話しててびっくりしたんですけど、週35時間の仕事なんですけれども、えー4、4日半でその35時間をやるっていう会社だったんです、ね。はい で、だから、一日8時間働くっていう、あの、4日間、一日8時間働いて<っ>あと半日なんですけど、はい。あの、それで、8時間働くなんて、一日8時間働くなんて、もう考えられない、もうすごい大変だったって言うんですよ。はぁ<ー>。でで <laughs> え、日本ってまだ40時間だから、毎日8時間働いてると思うんですけど。いやいや、ね、8時間じゃ収まらないですよ。まあ、まあ、仕事にもよるんでしょうけど。<の> フランス人の若者はもうなんか35時間、週35時間がもう当たり前すぎて、<え>8時間も働くことも考えられなくなってるんだとかって、思ってでえでもね、今構、うさんのお話聞いてて面白いなと思うのが、<laughs> うん、これ日本でね、例えば8時間だったら、はい、おい、給料少ねえだろうな、みたいに思うわけですよ。 ね、<ー>まあ固定期はあったとしてももしくはそのね、えー、まあ契約とかそういうのもあってアルバイトとかも含めますけどそうすると時給になったりするとそういう換算になれば働かないとある程度生活も成り立たないという状況ですけどフランスはそうではないってことですかねある程度もっと収入があるってことなんですかね。 いや、一応最低賃金はそこまでなんか低くないので、はい、まあ生きていくには大丈夫なんですけど、はい、あの、なんか8時間あると、なんかその人の考え方なんですけど、はい、その人が言うには8時間も働くと、はいあの、自分の生活ができないって言うんですよ。はい、だから、はい、だからなんか会社でいることは自分の生活じゃもちろんないんですね。え、はい、だから、あのー、 あの自分の生活を持つために1日7時間じゃないとダメだったんですね。 なんかねあくまでも個人ですけれども7時間も8時間も変わらないじゃないかみたいに思うんですけどフランスはそうではないまあね全員とは言いませんけれどもということはだから今の単純計算すると1日24時間です16時間以上自分の時間でありたいってことなんですね。うん、そううなんですすね日、ね、日本本っっってててて今はもう変わってきてると思いますけど あの仕事をするっていう時間も、はい、一応生きがいとして過ごせてたじゃないですか。はいえー、っていうことは生きがいき甲斐っていうのはやっぱり自分の時間の一つなので、はい、なんかそう考えると自分の時間として考えられてあのすごい幸せだったんじゃないかなとかって、えー、なんかちょっと考えちゃいましたね。確かにうららさん今おっしゃる通り線引きってなかなか難しいですからね。 そうですね。ええ、うららさんのお仕事っていうのは、この線引ききっぱりできるんですか。いや、でも、なんか、す、<っ>もう、線引きを完全にしろぐらいに、<っ>あの、常時から言われます。言われるんですね。うん、<ー>もう五時だった、五時だったら、五時,時に帰れみたいな。はい、週末は仕事するなとかっていうふうに言ってますけど、<ー>でもまあ、今の仕事は、なんか、ちょっと、今、ちょっと、研究職っぽい。い。いいんですけど、あの、でも、前の仕事は、もう、ほん。 とつまんなかったんですね。そうですか。なんでかっていうと、えーえー、あの、フランスってあの生産率が高いとかって言われるじゃないですか。はいえ。だからその会社も生産率のことばっかり言うんですよ、えーで。でも本当にその生産率のことばっかり言われて仕事してると、えー、もう自分はもうただの機械か奴隷みたいな感じで、はいえー、もう もうそれこそ、あの、自由が欲しくなって、はあ、いや、バカンス行かなくちゃっていう気分になってくるんですね。はあ、気分転換が必要になるんですね。そう。<え>だから、だから、そう、そういう状況に置かれている仕事の人たちだと、はい、やっぱり、 8時間は長くて。効率ばっかり考えれてるとね。そうそうそう。ええー。とか七7時間で早く終わらせて、自分の自由な時間が欲しいっていうふうになるんじゃないかなとか、いろいろ考えていとか今のさんのお話と、ある程度理解もできてきました。ね <laughs> <ん>えー。まあ仕事にもよるんですね、<う>これね。やっぱりね。よりますけどね。えー、<や>まあ<や>せ日本は生産率が低いって言われますけど、はい、でもなんかそのもっと自由にできる仕事が。 多くて、はい、楽しんでる人も多い多かったまあ今わかりませんけど、えー、多かったんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。そうなんですね。それでも今フランスのねこの仕事の仕方日本の仕事の仕方もちろん両方とも変化はしつつありますけれどもあまだまだ違うところあるなっていうのがウララさんのお話でよくわかりました。さあそれではですねここからウララさんにこのテーマでお話聞きます。フランス年金改革思考へ。 フランスのマクロン大統領4月14日年金受給開始年齢を現在の62歳から段階的に64歳に引き上げる年金改革法案に署名年金改革法は15日交付されましたこれによって9月初めには新しい年金制度が実施される見通しです今年1月に年金制度の改革案が発表されてからフランス国内では大規模なデモやストライキが発生しました えパリでは先ほどもお話しでましたがゴミ収集が滞って町がゴミだらけになったというまあそういうお話も以前伺っています。まあ今回のこの年金支給開始年齢の引き上げ決定、浦原さん改めてフランスではどう報じられてますか？いやあのまああの各立場が違うので、はい、報じられていることもあの映されている対象で様々ですけれども、ええ、あの例えば政府ですと。 これは必要な改革だっていう立場を崩していないことが報じられていますし、はい、あの、急進左派、ほら、はい、あの、日本の共産党とも縁が深い急進左派とか、はい、あと労働組合はもうずっと、ずっと反対権してるとか、えー、あの、デモしてることが報じられてますね。はい。で 住民は、あの、もう最近もう本当にデモにうんざりしてきて、あ,<ー>あの、なんかデモのために物が壊されたりとかするんですね。はいえー、でだからね、デモに反対はしないと言いつつも、不満に思ってる人が増加してるって話が増えてきてます。 であの政府っていうかあのあの内務省はその不安を抑えるために、ね、あのデ,モデモの時の機動隊の動員数を増加させるって対応していくって話をしてますね。どうでしょうデモやストライキ現在はどうなってますかゴミ、まあの、ね、ストライキはもう済んで街もきれいになった今まで通りになったというお話聞きましたがその他のデモ云々はいかがですかいや今一応あのその年金改革反対 デモとしては、あの、動員数がどんどん減ってきてるんですね。確え、はい、あの、でも、5月1日ってもう日本時間で今日だと思うんですけど、はい、この日に大きなデモを起こるっていう、 話はされていてあ、はいあの、だから機動隊の動員数もあの前代未聞の動員数をするみたいな準備はされているところです。そうですかそのデモの中でちょっと気になるこの写真がありましてですね、えー、不満を示すためにブーイング、こういったものが起きるんですが、えー、鍋,鍋を叩いているシーンがあるんですね、デモに参加している人が。こ <laughs> これれ、はい、鍋の蓋ですかこれ 鍋を取る鍋,、まあ、鍋の蓋から鍋、普通の鍋からフライパンからもういろんなものを持ってるんですけれども。ええはい、あの、なんか、なんか一、そんな今まで使ったことを見たことなかったんですけど、ええ、あの、年金改革の施行が決まった時にマクロン大統領が演説したんですね。はい、で、その演説中に、その演説聞かないで鍋叩きながらみんなデモしたんですよ。はい、なんかそれからも全国に今広まって、ーええ、あの、 バックの大統領とか官僚が行くと、もう必ず鍋とか、<鍋>あの、フライパン <laughs> 持って叩いて、あの、ブーイングするんですけれども、はい、でもなんか県、県とか、あの、市の人が、あの、市長市長さんとかが、その、鍋、鍋、鍋っていうか、その、音を鳴らす器具を持ち込み禁止とかって禁止で出して、えー、で、あの、なんか一応、あの、バックの中の中に鍋が入ってないか <laughs>、見たりとか、えー。鍋チェックされるんですね。<laughs> そそうでですかかファールとか入ってんのかな <laughs> で、ね、うそれでマクロン大統領があの、ね、あの卵とかもよく大統領ってぶつけられるんですけどその禁止で出した市長さんに<え>、ね、うちではあの鍋とか卵は、ね、あのキッチンで使うもんですけれどねとかって言って,入ってるんですかあそんなことがねビンタされたり結構マクロン大統領もね。<laughs> <laughs> そのシーンも覚えてますすところでですねフランスのこのデモ活動、まあ、近年、過激化していると年金改革法案にマクロン大統領が署名する前の13日 LVMH 先ほども話題出ましたがモエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトンの本社が襲撃されたというんです。これはどううししてなんでしょう いや、もうもちろんそれはね、そんな貧乏人からお金を絞り取るんじゃなくて、はい、年金の財源は金持ちから取ってくださいってメッセージなんですけれども、えー、ね、今だからコロナが終わって中国人の買い物が活発になった結果、はい、売り上げがもう17%前年度より増えて、えー、もうすっごい儲かってるんですよね。えー、で、で、西洋のあの、ベルナド・アルノーさんもイーロン・マスクを抜いて、世界一の大富豪となったんですけど、えー、あの、あの、これ、 主位になってて、しかも10位以内に他のフランス人誰もいないんですよ。えー、もう、なんか超一人勝ちの世界で。えー ねえ、だからフランスは格差がすごい激しいんで、<ー>もうお金持ちはもっと金出せっていう声が大きいんですね。えー、だから、そういうふうに本社とか、ね。レビトンの本社に行ったということなんですね。そしてフランスの西部レンヌというところでは、警察署が放火されるという事態も発生したという。警察も襲われちゃったんですか。そうですね。あとボルドーの市役所とかも、あの、ドアが焼かれたとかしたんですけど。<ー>あの、まあ、特になんか今レンヌ。 デんがすごくて、デん、ええとなんととパリがすごくて、はい、あの、あの、なんかブラ,ブラックブロックって言われるグループとかもいるんですね。はい、で、その、そのグループが小さいんですけど、デモのためにもすっごいそこら中、もうバス停とか、あの、もう標識とかもすっごい破壊活動するんですよ。ええ、それで、あの住人も、 あの、やっぱり高級う特に高級層な車とかもすごい破壊されるんで、はーはーもう、そういう人たちが来たら、デモ隊が来たら、もう自分の車どっかに、<ー>あの、違うところに移動させるとか、そう、すごい警戒してまして、えー、でも毎回壊すんで、えー、もう、レヌの市長さんも怒っちゃって、はい、あの、もうデモ隊にも怒ってますけど、政府も、あの、こんなね、こんな状態にしておいた政府にも怒ってて、はい、で、もこのデモがその収まるまで、もう修理もしないっていうふうに、はーはーあの、 それでもうだからレーヌはこれからなんかもう壊れたらもう壊れっぱなしの中で生活していかなくちゃいけない状況なんでしょうね。でも今ねその今回の年金改革問題でマクロン大統領支持率が低下したといわれていますとなると極右政党の例のルペン氏ですね国民連合のえね、ねうん、この一段と支持を広げる可能性もあるという 声もあるんですがこのあたりはうららさんはどう感じですかいやもうすでに<っ>あのこの前行われたあのアンケートでは5%あのルペンさんのそっちの方が5%アップして、はい、ではあ、はあ、マクロンさんを支持する与党連合は<っ>あの5%減ったんですね5ポイントずつアップとダウンがあったということですねだから今もしかしたら大統領選とかしたらルペンさんが勝つ可能性はもちろんありますけど、えー、いやもちろん その後、いや、そんなすぐに大統領辞めないですし、はい、また人々の考え方、は考えか、変わっていくんで、わ、ええ、からないですけどね。ええ。うん、まあ、あの、今後ですね、マクロン大統領は毎週地方暗夜して、国民と直接対話することで、まあ、支持率回復を図るなんて報道もありましたけれども、まあ、でも、悲願のマクロン大統領、この、おまあ、年金のね、年齢を、えー、上げたということ、 まあ、マクロン大統領からしてみれば、まあ、こうやらないと国は持たないんだよっていうところで、まあ、一応、ほっとはしてるんでしょうね。そうだって、そうですね、ねマクロン大統領、すごい頑張って、はい、あのだって、シラク政権の時に、この年金改革を提案したら、もう、はい、ストとデモで交通、うん、公共交通機関があのもう止,ま止まってしまって、はいもう、もう全然できなかったんですね。サ、えー、サルコル,大統領サルココ大大統統領領ジの時も 2>, もう2回目の,あの再選は、これのせいでできなかったですし、今回、マクロンさんは、公共交通機関のストに影響を受けないように、まず最初に長距離バスを許可して、ええで、ブラブラカーとかのほら乗り合いの,あのそういうシステムを強化して、あと自転車で移動できるように、いろいろ強化したんですよ。ええということなんですね。 それをした上で、えー、あの、達成したんで。なるほど。うん、えー、悲願なんですね。はい。悲願ですね。えー、<う>今朝はフランスと結びました、著実家、うららさんにお話聞きました。うららさん、ありがとうございました。またお願いいたします。ありがとうございます。